はい、どうもこんにちは渡辺です、えー。今日はですね、4月の18日の日曜日ということで、えー、これから動画を撮っていきます。えー、まず、昨日の動画ですね、えー、事故に遭いましたと。 ということで、動画をアップさせていただきました。もう経緯については昨日の動画で全て語っているんですけども、3月の30日に納車をいたしました新しい車ですね。こちらが4月7日に自分がいないところで事故に遭ってしまったっていうお話で、経緯については昨日の動画でお話ししました。で、今回はですね、あの本当に昨日の動画、あのコメントですね、本当にたくさんいただきまして、 え、現時点で、今確認した時点でも、700件を超えるコメントをいただきました。本当にありがとうございます。えっと、今までの、この渡辺の通常動画の中で、ここまでのコメントをいただいたことはなくてですね、 で、あの、もちろんすべて目を通させていただいております。返信についても、あの、行いたいと思ってるんですけど、返信できない場合もありますので、ちょっとそこはですね、本当にごめんなさい。はい。ただ、目は通させていただいておりまして、えー、正直かなり、あの、本当にですね、参考になったコメントがたくさんあります。えー、今日の動画は何なのかっていうとですね、もうまず一つが、まあ、昨日の動画に、あの、コメントをいただいた方ですね、に対して、あの、本当にありがとうございましたっていう感謝を伝えたかったっていうところですね。 であの本当はですね、あの今日、あの通常動画上げる予定でした。はい、もう、実はですね、あのー、昨日の動画とかもあって、車がもうダメになっちゃったっていう、まあ、ちょっとショッキングな出来事があったわけですけども、あのー、裏ではですね、1日1本は動画を作っておりまして、まあ、通常通りのペースで動画を、ね、作ってるんですよ。 だから、あのー、まあ、本当は今日、あのー、通常の、あの、レビュー動画、開封動画とか、あとイヤホンの比較動画とか作ってあって、それを上げる予定だったんですけど、まあ、ちょっと昨日の動画の反響があまりにも大きかったので、まあ、ちょっといきなりこの、昨日の、まあ、結構ショッキングな動画から、もう、いつも通りの普通の動画がポンと上がると、 こいつ大丈夫なのかと思われるかもしれないと思いまして、まあ今日は昨日の動画の続きということで少しお話をしたいと思います。まず一つ昨日の動画で、まあ、質問がねえ、来ていたんですけども、あの、弁護士はつけてますかっていうね、あのコメントが来てまして、で、あの、今回ですね、弁護士特約っていう、まあ、特約を使ってあの弁護士さんに依頼しております。なので基本的な対応とかは、この後弁護士さんにお願いする形でやってもらっていますので、その点はご安心いただければと思います。はい。 まあ自分としても、まあ、なるべくね、あの、損しない方向で、あの、動いてもらいたいと思ってますので、その辺は、あの、しっかりと対応してもらおうと思ってます。はい。で、あの、昨日サブチャンネルもアップしてまして、サブチャンネルの方で、まあ、この今回の事故に対する本音っていう動画をですね、上げてます。はい、そこでも語ってるんですけども、あの、まず、あの、昨日のメインチャンネルで上げました、この事故に遭いましたっていう動画に関してはですね、事故が起きて、その事実を知って、 であのその期間が短い間に撮ってるので、まあ、結構あの時ねまだ放心状態というかあの本当動画でも話してたんですけどもあのショックすぎて無の状態で撮ってたんですよなので一応まあ冷静な状態にはなってると思いますけど、うん、まだどっか心がねあの無な状態で撮っていました で、あの、昨日はサブチャンネルでアップしたのはもう昨日撮ってますし、この動画はもう今日撮ってます。なので、あの、ま、さらにそこからですね、まあ、心境の変化だったりとか、あの、まあ、ま、ま、さらに冷静になってきて落ち着いているっていう状態になってますので、あの、だんだんとね、 通常の状態に戻してきていますので、まあ、その点もね、ご安心いただければと思います。いやー、で、昨日の動画本当にですね、今までコメントを、あの、渡辺のチャンネルにしたことがなかったっていう人も初めてコメントを、えー、してくれたっていう方もたくさんいらっしゃいまして、で、しかもですね、もしよければこういう時のなんかアドバイスとかあれば教えていただきたいですっていうお話を、えー、しまして、そうすると本当にたくさんアドバイスを、ね、いただきまして、マジで参考になりました。 はい。あの、渡辺はね、あの、事故の経験ないですし、車を買ったのも今回初めてで、あの、正直何にも分かんないんですよね。無知な状態なんですよ。なので、まあ、こういう時に、あの、何かその情報を知ってるかどうかっていうだけでも結構あの、この後の流れとかって変わってくると思うんですよ。うん。で、今のところ、あの、昨日の動画を出す前の時点では、あの、保険ですね。この相手の保険を使って、 修理費用を負担してもらって、まあ、その後、まあ、修理をするか、まあ、その金額をもとに、えー、新しい車を買うか、まあ、しばらく様子を見るかっていうね、3パターンで考えていたんですけど、昨日のコメントを読んでいるとですね、相手の保険を使うっていうよりは、どっちかというとこの新車特約っていう保険を使った方がいいんじゃないかっていう話が非常に多かったです。 で、これについてなんですけども、あの、自分の保険をちょっと改めてね、あの見直してみました、えー。そうするとですね、一応ですね、新車特約のところに丸がついていたので、使えるんじゃないかなと、えー、思います。で、そこでちょっと引っかかるのが、まあ、今回買った車っていうのが、新車ではないんですよね。新古車みたいな形になりまして、 あの、展示車だったんですよ。輸入車を取り扱ってる、あの中古販売をしているところですね。で、購入していて、まあ、正規ディーラーっていうよりは、輸入販売をしている、まあ、中古ディーラーで買ってるので、中古なんじゃないかっていうところがあって、ちょっと、それでも使えるのかどうかっていうのが、うん、不明ではありますけど、一応保険の内容を見ると、あのー、新車特約に丸はついてたので、ちょっとそこはね、あの、確認してみたいと思います。はい。ただ、まあ、保険の話になっちゃいますけど、 自分の保険を使った場合は、この自分のこの保険の等級っていうのが下がるんですよね。で、今回初めて入った保険になるので、まあ、6等級っていうね、等級からスタートしてます。まあ、詳しい方ならご存知だと思うんですけど、6等級からスタートして、で年々ね、この等級っていうのが上がっていって、まあ、無事故で保険使わないでいると、あのー、月々の、まあ、家計金がですね、安くなっていくっていうシステムだと思うんですけど、えー、その等級が今、いきなりこの保険を使うと、3等級ダウンして、 6から3になるんですよね。そうすると月々の保険の掛け金っていうのが上がってしまうということになります。なのでそこがちょっと迷いどころではあるんですけども最終的にどっちの方が損しないのかっていうところを 考えて、もしこの新車特約っていうものを使ってまあ、総合的にまあバックしてくる。金額的にこっちの方が多くなるよ。っていうことだったら、あそっちを使うっていう方向でも、えー、検討していきたいと思います。はい、ちょっとまだ今の時点ではね。どうするかっていうのはちょっと決められないので、弁護士さんと妻とまあちょっと相談しながら、えー、と決めていきたいと思います。はい。なので、まあ新車特約があるんだよ。っていうところ使えるんだったらそっちの方がいいんだよ。っていう風に。 あの、たくさんね、コメントをいただいて、そこはすごい参考になりましたので、えー、ありがとうございました。まあ、ちょっと新車特約も含めて、えー、検討していきたいと思います。で、あとですね、本当に、あのー、ありがたいコメントに、ね、たくさんいただきまして、あの、クラウドファンディングで渡辺を応援したいっていう言ってくれてる方がね、いてですね、本当にね、あの、もう頭が下がります。本当に。ありがとうございます。まあ、クラファンで支援して新車の、まあ、新しい車の購入資金に当ててくれって言ってくれてる方が、本当何人かいてですね、 あの、もう、すごいね、もうありがたすぎてびっくりしちゃったんですけど、あの、大丈夫です、そこは。はい。あの、まあ、ちょっとそこはもう自分でね、頑張って対応していきたいと思うんですけども、あの、まあ、もしよければですね、今後も動画を見てくださいというところですね。動画見ていただくのと、高評価を押していただいたりとか、チャンネル登録していただければ、もうそれだけでも十分助かりますので、 ええと、まあ、気持ちだけ受け取りたいと思います。はい。本当にですね、この渡辺の視聴者には本当にいい人たちがたくさんいるんだなっていうのを、ええー、ちょっと今回のコメントで認識いたしました。ええー、本当にありがとうございます。ええ、こんな、このぐらいかな。で、昨日のあのメインチャンネルで上げた動画は、ちょっとね、あの、渡辺自身もちょっとね、あの、ムーンになってたんで、あのちょっと悲しさが伝わってしまったと思います。まあ、実際悲しかったっていうのもあるんですけど、うん。 ただまあ、あのー、昨日のサブチャンネルの方でね、上げた動画もあるんですけど、あの、もう、あの、メンタル的にはですね、あの、もうポジティブ方向に向かってきてまして、まあ、通常通り動画を上げるペースにも戻しています。はい。この間も1日1本は、あの、通常動画も作ってるんですよね。あの、だから、 ストックは常に、えー、切らさないということで、あのー、動画止めずにあの1日1本動画作って、えー、やってます。はい。なのでまあ、本当に明日からですね、通常動画、普通の,あのスマホを予約しましたよみたいな動画とか、あのイヤホン比較しましたよみたいな動画出しますので、まあ、通常通りですね、まあちょっと事故のことは、まあ、置いといて、あのー、普通の動画見ていただければありがたく思います。はい、えー。そんな感じですかね。うん。まあちょっとね、車に関しては、まあ本当に まあね、今乗れないっていうのね、そこだけが本当に悲しいですね。まあ、今回起きてしまったことはもう過ぎ去ってしまったことなので、まあちょっと本当に前向きにポジティブに考えて、えー、まあちょっと落ち着いたらですね、まあ車どうするのかっていうのを考えていきたいと思います。はい。ちなみに、台車についてはですね、あの、ディーラーの方では台車は出せませんっていうふうに言われてしまっております。なので、あの、保険会社に台車をお願いするか、ああ、っていうところなんですけども、ちょっとここで事情がありまして、 あの、ダイハツのムーブですね。今まで乗っていた車なんですけど、これまだあるんですよ。実は2台ですね。車を所有している状態になっていて、で、ダイハツのムーブはもうちょっとしたら、まあ、人に譲る予定だったんですけど、そこをちょっと譲れなくなってしまったので、まだムーブがあの自宅にあります。で、あの、1台、あの、所有していると、 それあるからいいじゃんっていうことで、台車が出ない可能性が高いっていう話です。なのでまあちょっとね、そこは難しいのかなっていうふうに思ってます。うん、まあ、そのぐらいですかね。であとはもう本当に、えー、この後どうするのかっていうところを決めて、新しい車が来ましたよとか、修理するにしたら修理して帰ってきましたよっていうね、えー、状態になった時には、<laughs> わ、あの時の車が帰ってきたんだとか、あの事故を乗り越えて新しい車が来たんだよっていうところで、えー、お祝いしていただければ嬉しく思います。はい。えー、ということで、そんな感じですかね。 ま、今日はですね、まあ、昨日の動画への感謝ということで、えー、動画を撮らせていただきました。えー、この動画良かったら高評価ボタンと、えー、それからチャンネル登録いただければ嬉しく思います。本当にですね、明日から普通の動画出しますので、えー、通常通りですね、見ていただければ嬉しいです。ということで今日は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。